テレビ通販は世界最大のレンタルショップって言われてんねんて。テレフォンショップじゃなくてレンタルショップっすか？どういう意味ですか？テレビ通販は、はい、まあ、返品の制度を悪用する客が存在するということですね。例えば、はい、入学式シーズンが終わると真珠のネックレスが大量に返品されるとかね。ひどい場合には靴とかドレスの返品があるとかいうことですね。それはその入学シーズンに使ってそれをまた売買って形で返すってことですか？まあ、売買じゃなくて買ったものを返すってことですね。あ、そう、アメリカでは返品ってかなりされてんねんて。使ったテレビとかね、まあ、そんなんも返品するらしいですよ。とはいえ、そのアメリカでもワードロービングと呼ばれ、返品詐欺の一種とされてるんですよ、こういったものって。うわー、普通に考えられないですよね。うん、私も会社でネットショッピング運営してるんですけど、返品理由ってね、間違えて注文したとかいらなくなったとかで、開封して箱とかがない状態で返品されてきたりとか、ちょっと傷がついてたら返品とか、まあ、昔に比べて消費者が断然優位というような風潮はありますね。返品って言っても消費者の方が強いので、送料を業者が負担しなあかんかったりとか、ちょっと対応間違えたら評価のところにこっぴどく書かれたりするんでね、難しいですよ。P さんの方がマルチにいろいろなことしてるんですね。まさかネットショッピングまでしているとは思わなかったっす。まあ結構なね、損失がこういったことで日本でも出てると思うんですが、はい、アメリカでは年間91億ドル、まあ、日本円だと1兆円以上ですよね、損失を小売業者に与えてんねんて。やけどこれってネットの文化の悪い面ですよね。顔が見えないから言いやすいものもあると思うんですよ。対面ならなんかそこまでは言えないことっていうのもあると思いますけど、ネットではそういうのも言えちゃうし、強く出れるっていうところがねっていうような、ね、メールやと言いたいことを言える人とかも増えてきてますからね。顔が見えないと相手がどんな反応するのかわからないですから、一方的に言いたいことを伝えて攻撃的になったりとか、自分の主張だけを伝えたりということになってしまったりするかもしれないですね。ですね。やっぱり人は向き合ってこそ、血が通ってこそ本当の関係ですよね。愛することは自分の側だけじゃなくて、相手が何を求めているのかということも大切ですよね。もう一回人間関係の原点に変えてみることを提案したいなと思いました。